月神会の最強のスタイルでトーナメント優勝を目指そうと思ってるんで、世界一の座は僕は絶対誰にも落とさないんで、僕は絶対優勝します。世界最強が誰か知りたくないか。戦国時代真っ只中の K1 フェザー級、その頂点が決まる。 K1 フェザー級世界最強決定トーナメント1回戦第3試合、なにわの侍椿原達也。当てさせずに当てる徹底したアウトボクシングを貫き、2021年3月、当時のフェザー級王者江川祐希を相手にそのスタイルで競り勝ち、フェザー級の頂点にまで上り詰めた。しかしそのファイトスタイルは賛否を呼んだ。やっぱ倒せるやつが一番強いと思いますし、判定までにできるだけさせたくないなとはもちろん思うんですけど、なかなか難しいなと。見せる試合をしなきゃいけないってちょっと気負ってる感じもしますよね。まだまだ発展途上。泣けるし全然嬉しないし。去年迎えた初防衛戦では掴み取った天下も奪われた。それでも自身のスタイルを信じ、倒せる椿原流へ高みを目指している。5歳からずっと、月神会の空手をずっと学んできて、しっかり強くなってここまで上がってこれたんで、自分の戦い方貫きながらバージョンアップして、誰の手にも届かんようなスタイル完成させたいなと思ってるんで。一度は上り詰めた頂点まで再び新たな生き方を示すためにも、格闘技一本じゃなくてもしっかり強くなれるっていうのを夢は見せたいな。2020年に正社員として一般企業に就職、会社員と格闘家の二刀流で戦い続けている。格闘技終わった後のことももちろん考えないとダメですし、師範の考えで人として社会知らんと生きていくっていうのはすごいダメなことだと、しっかり働きなさいよっていうふうには言っていただいてたんで。社会に出て経験を積み人として成長する、それが月神会の教え。もう絶対就職しろと。格闘技は就職して夜でも練習できるし、やっぱり社会に出て社会を経験して仕事した後に練習すればいい話ですし、やはり人の人生ね、20年25年そっちの方が大事だと思ってますんで。夢があるかはちょっと分かんないですよ。それは格闘技一本の方が話的にはかっこいいですけど、こういう道もあんねんやっていうのももちろん思ってほしいです。格闘家は格闘技しかしたらあかんっていうのは僕は間違ってると思うんで、その信念を証明するために月神会の最強のスタイルでトーナメント優勝を目指そうと思ってるんで、世界一になって働きながらでもちゃんとトップで戦えるっていうところは見せたいですね。目指すは世界最強の称号と軍事チャンピオンの首だけなんで、しっかり僕が優勝して持っていこうと思ってます。おっす。僕はもう世界一になるために格闘技だけやってるんで。超新星トーマ、世界最強、その夢を叶えるため茨の道をただひたすらに歩んできた。高校行こうと思ってて、通信のもう通信ってお前将来何がしたいねんみたいな、世界一強くなりたいってさ、じゃあそんなとこ行っても意味ないやろみたいな、お前が将来その K1 のチャンピオンになるために高校の資格が必要けみたいに言われて、ほんまにそのやるつもりがあるんやったらみたいな、一人で半年間オランダ行ってそれ耐えれたプロデビューさせたらみたいな感じで言われて、高校進学をやめ、単身オランダへ武者修行を敢行。格闘技の厳しさを知り、全てを捧げこの道を歩むことを決めた。やるんやったらもうそれだけやれみたいな、バイトとかも絶対許さへんしみたいに言われてて、もうね、世界一ってそんな簡単じゃないかなみたいな。中学校卒業してすぐにオランダ行かしたのもそうですし、やっぱり覚悟がないとできないですし、一番目指さないんやったらやらへん方がマシだと思ってたので、息子というよりも一選手として見てるんで、世界一目指してる人間に逃げ道なんかいらないと思ってますし、もうこれで飯食えへんやったらやめてしまえって言ってます。その覚悟の差っていうのは他の選手を否定するわけじゃないですけど、ただそのこれにかけたやつっていう覚悟はどっかの場面では出ると思います。覚悟を持ってこの道に進み、デビューから6連勝と順調にプロキャリアを歩んできた。しかし去年2月、挑戦者として臨んだクラッシュのタイトルマッチでは新見貴仁に敗北。今年4月の現王者郡司泰斗とのワンマッチでも、郡司泰斗の延長3対0で19歳当番を下す結果になりました。マジで悔しいわ。あと一歩届かなかった。めっちゃやっぱショックでしたね。技術とかは僕の方が上だと思ってるんで、でもその気持ちの面とか持っていき方とかがうまいなと思いました。何が何でも勝ってやるみたいな、まあ、チャンピオンになる選手はほんまに全部が違うんやなと思ったんで、でもまあめっちゃ実力差あるなとか思わへんかったし、まあ、次やったらいけんなと思いましたね。届かない距離ではない。世界一はもう目の前にある。まああのトーナメントでまだベルトも1回も取ったことないし、そこはちょっと悔しい気持ちはありますけど、ほんまにここで優勝したら自分が言ってる世界一になれるかなって思いますね。何が何でも勝って全部見返したろうと思ってます。まあ僕の人生ほんまに格闘技だけなんで、選んだ道はやめなかったらやめねえぞ。行こう、また行こう。間違っちゃいない。それは俺だって同じ。言っても人生かけて僕もやってますし、誰でも本気で練習してやったらちゃんとチャンピオンにも強くもなれるっていうのは見てほしいですね。僕は一日中ほんまに格闘技のことばっか考えて、これだけにかけてるんで、そこの思いはみんなと違うと思いますね。格闘技に人生かけてますっていうのは もちろんその通りの人生を送ってはると思うんですけど、もう僕からしてみれば他の選手と大差はないんで、強い方が勝ち残るだけなんで、世界一の座は僕は絶対誰にも落とさないんで、先のこと考えると死んでも勝つ。僕は絶対優勝します。 K1 フェザー級世界最強決定トーナメント1回戦第3試合、椿原竜也 VS トーマー。